どうも、影庵です。今日は2021年4月20日、火曜日ですね。20日の火曜日の朝の空、快晴、すごく気持ちいいブルーですね、ブルーの快晴から始まっているということで、いつものように、山中の方向へ向かいますね。やっぱ天気がいいっていうのは気持ちがいいですね。雨は雨でね、もちろん必要だとは思うんですけども、でまずこう山中から見ていきます。おお、なかなかこういい感じでちょっと大きくなってきてますね。わかりますかね、この大きくなった感じ。だいぶ成長しているんで、もうそろそろ、刈り取りが近い、食べる日が近いかなということで、これは非常に楽しみですね。もうちょっとですね。でですね、こちらが、水菜と、きゅうり、これはもうちょっと厳しい状態になってますね。昨日ね、父親ともちょっと話してたんですけど、やっぱり苗をね、それなりに良さそうなものを選ばないと、まあ、こういうことが起きるぞということなんで、ちょっとこれはもうちょっとやり直しですかね。ちょっとこれは厳しそうなんで、またちょっと買おうかなと。まあこれね、両方とも100円ぐらいのもんだったんですよね。まあ価格は関係ないかもしれないんですけども、でもね、苗見てこれはこう良さそうな苗やとか、そこまでの僕のその目利きがないんで、どうしようかなと。まあ父親連れて行こうかなというところですね。どこがポイントになるのかもう一つよくわからないですけども、次また同じように水菜ときゅうり買うかわかんないですけども、ちょっとまた野菜、これはちょっと厳しいでしょうね。ここから復活するんでしょうかね。そう、復活しないのであればもう違うものに変えていきたいなというふうに考えます。ということで今日は火曜日ですね。普通のお勤めの方はね、まだスタートして1週間のスタートで初めの方なんでね、頑張っていただきたいと思います。ということで今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。